海と日本プロジェクト in 福島。福島県の海の魅力、私たちにとって大切な海に関する取り組みを紹介します。いわき市を中心に企画実施に取り組む小松利健さん。震災後、いわきの海の魅力発信や子どもたちに海洋ごみの問題を伝えるなど、さまざまな活動を行っています。プラスチックごみっていうのが今すごく問題になってきています。ウミガメとかそういう動物たちがゴミを間違って体の中に食べてしまったりっていう問題が今起きています。2016年から取り組んできた末に、周囲でも目に見える変化が現れ始めました。まあ、この数年本当に地元の港でゴミ拾いをする人、ジョギングをしながらゴミ拾いをする団体が出てきたり、あとはゴミ袋を持ってですね、日曜日の朝とかに複数のゴミ拾い団体の人たちがゴミ拾いをしているっていう姿を見るようになったので、気軽に海と距離を縮めるためにゴミ拾いを通じて関わっていくっていうのが確実に増えてるなというふうに思います。さらに海の幸の魅力を伝えた活動が新たな動きを見せました。去年の夏に開発した海プロコラボ丼では、これまであまり使われていなかったいわきの伊勢海老を使って人気を呼び、大きな反響をもたらしました。今は定番メニューとして提供されています。実際僕なんかも最初話もらった時に、伊勢海老なんか高くて売れないんじゃないって思ってたんですけど、まあ大丈夫ですから、やりましょうやりましょうっていうので半分以上乗せられてしまったっていう形ですね。非常に前向きで、なんとなくこう引き寄せられるような、そういう魅力があると思います。この海プロの活動が、多くの人たちにとって海との入り口を作る活動になっているのかなっていうのを感じるんですね。僕もこれからは福島の海の魅力と出会う場所っていうのをこれからも作っていきたいなっていうふうに思います。5年の歳月を経て、たくさんの人に海を守る意識が芽生えてきました。これからも小松さんの地域を変化させる活動は続きます。